る。うんこ好き、うんこ好き、自分もうんこ好き、マッチョ。なんでマッチョ。そんなうんこ好きのライトンにこんなもの買っちゃいました。おお、ありがとう。うんこ漢字ドリル、まあ、うんこを題材にした、まあ、文章ね、面白い文章で、まあ、漢字を学ぶっていう、まあ、1年生から6年生までね、それぞれちゃんと漢字ドリルが作られてるそうで、もうとにかく売れてるという本なんですね。まだ学校では漢字やってないよね、ライフね。まだやってないよね。というわけでちょっと早いんですけど、はい、まあ、簡単なものからねやってみたいなと思います。このうんこドリルの特徴は、うん、1、覚えやすい独自の順序。この漢字自体が、まあ、覚えやすいような順番で、まあ、構成されてると。うん、まあ、簡単なね、多分1から始まってみたいな感じで、数字の1から、ね、そうだね、画数とかも増えていったりとか、こう覚えやすいものからなのかな。うん、2、見やすいデザイン。あ、なるほどね。まあ、デザインはね、大事だよね。まだ1年生だからね、見やすくないとね。3、楽しく勉強。まあ、これが一番の醍醐味じゃないの。やっぱうんこっていうところを、うんこ、うんこ、うんこうんこ大好きなね、小学生にはね、好きすぎだろ。さっきからうんこうんこしか言えない。好きすぎだね。まあ、興味を持ってもらうにはね、すごいね、すごい、うんこの力。男もうんこ大好き。うんこ、うんこ、うんこ。いや、これはこう、こんだけ反応すればそれは売れるわ。4、1枚ずつ剥がして勉強ということで、今日覚える分だけのページをこう剥がして、まあ、その分だけできるっていう。剥がす、切り取る、このページを。ほー、そう、だから今日はこの1枚とか今日は2枚やるみたいな感じでやんじゃないの。俺今日はね、ボールが見やすくなります。俺今日は4枚。4枚そんなにやんの。なるほど、じゃあやってみようか、早速だから。そうだね、うん、じゃあ男ならね、4枚やるのがね男だ。じゃあ早速1ですね、1。あ、これ簡単、できる。1っていう漢字です。これ数字の1を漢字にするとこうなるんだよ、知ってる。うん、前からずっと知ってる。じゃあやってみよう。前からずっと知ってるそうです。最近ね、なんか教えるとね、これ毎回言うんですよ。うん、知ってる。そう、知ってるってちょっと口癖になっちゃってるよね。そうそうそう。ここからうんこの文章が始まります。じゃあ1問目、ライトン読んでみましょう。はい、うんこ大好き。このうんこがいばんこれ違うでしょ、1っていう数字。嘘だよ、知ってる。このうおならしてる。このプーだね。一番大きい。どういう意味？うんこが、うんこの、うん、うんこが、うん、このうんこが一番大きい。こうやってうんこが並んでて、これが一番大きいってことね。このちびっこのうんこ、これ読み仮名書いて、読み仮名書いて。2問目、じゃあライトン読んでみましょう。はい。うんこを一つ持って出かけよう。うんこを一つ持って出かけよう。どういうことこれ。3問目、はい、じゃあ読んでみましょう。うんこに鉛筆を一本突き刺した。じゃあ1、完成しました。いいのかな。あ、なるほどね、うん、じゃあ続いて2に行きましょうかね。あ、これ知らない、なんか1と似てる感じ。そうだね、うん、1本増えたら2になったね、うん、覚えやすいね。はい、いいですね。下の方が長くなります。分かった、うん、はい、はい、じゃあ続いてこっちもお願いします。はい、いいね、マスがうんこの形でなんだかね、可愛らしく見えてきますね。うんこが太くなってこんな太いうんこあるかないよね。うん、普通は出ないよね、こういうモリモリっとしたうんこはね。じゃあちょっとね、いいよ。
貝から海うんうんこが落ちたてくる急に落ちてる2階からうんこが落ちてくるやばいやばいやだ2階からうんこで落ちてくるんだろライトうんこしてそこからパーって投げるそうなっちゃう多分ねここにうんこ装置があるうんこ装置がある怖うんこ製造装置がある あのねひらがな2階からうんこが落ちてくるって2階から目薬みたいな感じ2階からうんこ意味はかけた意味は、ねびっくりびっくりどころじゃないでしょ2階からうんこさんはね覚えやすいよねやっぱね、うん、数が1本ずつ増えるそうだね4からね難しくなるからねそうだね、はい、では1番目はいどうぞ河原で3、うん、3かくのうのうんこを見つけました河原で三角のうんこを見つけました三角のうんこってある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 知ってるある知ってる外国人で外国人のうんこは三角なのすげえあれだなピラミッドのうんこ、うん、ピラミッドのうんこに似てるマジかエジプト人のあのピラミッドあれうんこだったさあのねあのなん三角錐なそうそうそう三角錐のうんこだうんこ三三うん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 しようはい三日月を見ながらうんこをしようこれ間違いなく外でしてるねこれあんまりないよね窓があってこう 見れる状態でするトイレってあんまないよねまあそうなかなか、ね、多分ねそ開放的なトイレはないですそうだよねはいというわけでねはいうんこ漢字ドリルやってみましたどうだったライトン楽しかったね楽しかったね、うん、あどういうところが面白かったあのね、うん、あのこれねこあのねなんか言葉が面白いねそうだね、うん、文章がねあの2階からうんこ落とすっていうなんかさ、ね、なんか怖い話みたいな感じだからそうねなんか楽しいんだよねうん感じね、まだちょっと早いかなとも思うんだけど、うんはい、でも今のうちにやっておけば、はい、学校でね始まった時に、はい、あ知ってるもん書けるよとか、はい、あちょっと見たことあるっていう方が、はい、頭にすごい入りやすいからね、うん、だから今のうちにちょっとずつね、うん、例えば自分のね名前を書けるようにするとか、うん、名字を書けるようにするとか、うん、あとカタカナをどんどんやっていって、うんうんまあ、カタカナも一緒にやりつつ、うんまあ、漢字もね覚えられたらいいよね。はい、ね、すごい面白い文章だから、はいまあ、大人と一緒にね、はい、やるといいよね。はい、そういろいろね、後ろの方の漢字とかも見てると、うん、雑草とうんこを混ぜたお団子を作りますとか、なんかでも謎のね文章がね、集めたうんこに数字で番号をつけようとかね、なんかねおかしなことがたくさん書いてあって、ね。最後まで楽しめそうです漢字も頑張っていきましょうそうですね、うん、自分の名前も書けるようになるといいね、うん、漢字ね頑張ろうねはいじゃあママと一緒にこれ最後まで頑張りましょうはいじゃあまたね、はい、いろいろうんこ漢字ドリル使った時は動画アップしたいと思いますはい、はい、今回もご視聴ありがとうございましたありがとうございましたチャンネル登録よろしくねバイバイバイ Hey bro don't you look at that What you looking at?